さて、視聴者の皆さん、本日はですね、突然ではございますが、大変なお知らせがございます。なんと、もう2年半になりますか、の長きにわたって、この当チャンネルの、アシスタントを務めてきてくれた、和田さんがですね、勤めていた、当班企画を退社されて、新しい仕事に取り組みたいということで、卒業ということになってしまいました。和田さん、どういうことですか？何か嫌なことがありましたか？ あったんだ。やりたいことやりたいことはできちゃったんだ。ねえ、次の、やりたいことに向かってちょっと前に進みたいなと思前に でもう俺たち年寄りは後ろに置いてかれるばかりだよ。ねえ、いろいろありましたよ。じゃあ何よ、鳴門が卒業旅行かよ、あれ。なんかそういうわけじゃなかったんですけど、そうなっちゃいまし 結果的にそうなっちゃった。た。このチャンネルを通して、その全然美術知らなかったんですけど、美術館とかなんかテレビでやってたりする絵を見て、あ、これやったやつだって思えるようになったのが一番良かったなって思ってます。もうほぼ視聴者の目線のご意見 確かに ありがとうございます。作ってくれてどうだったよ。もう自分で編集したりもしたじゃんよ。まあそうです。最初、まあ、自分で企画して実現して、で今やもうなんかたくさんの方がその五郎さんが話してくれるその楽しい美術のお話を見てくれるチャンネルになってよかったなって思ってます。よかったか。人ごとだな、お前も。この和田がこの2年半にやってきたわ、すごい。回をちょっとまとめてみましたよ。こんなだよ、すごいですごいんだよ。ね。これ途中からさ、月に6本になっただろ。な、俺の人生でそんなことやったことがないわけだよ。俺の人生で週刊誌が最も間隔の短いし仕事なんだよ。週刊誌で大体人は死ぬって言われてんのに、週に2本の回があるってどういうことだよって。死んでますね、もだろ。そりゃ和田もやめるよなと思ったよ。どうでは続けなきゃダメなの、これ。お好きに。お好きか。もうやめるから、とはやめるから、したこっちゃない。私が決めることじゃない。そうだよな、大人なんだから、俺が決めろということだね。わかりました。この目がな、何も見てないもんな。家光と同じ目してるもんな、お前。ねえ、毎回毎回このさ、フリップにして出すのもさ、どんどんフリップの枚数増えてってさ、もう100枚ぐらいお前が担いで、患者にの袋を入れて、いつ手が切れるかなって俺思ってたけど、最後まで持ったな、あの患者にの袋。強かったです強かったね。ね、患者には。またじゃあ新たなね、世界で頑張っていってください。まあ俺はやるよ。そんなコロナのしんどい時を支えてくださった視聴者の皆さんにな、裏切るわけにはいかないですから、私は続けて行かせてもらいますよ、和田さん。またも、死んだね、また新しい分野でね、頑張って、なんか、お金稼いでさ、10万円ぐらいスーパーチャットしてくれよ。わ かりま今し後た。はちょっとスーパーチャットで、俺たちを支えてください。本当頑張ってな。ね、こう2年半支えてくれた視聴者の皆さんにも和田がなんかないの？いつもコメント欄とか生配信とかの時に、
温かいお言葉をたくさん私にまで書いてくださって、うん、なんかとても励みになりました、うん、でなんか特に上手でもない絵をいつも楽しみにしてくださったりとか、うん、普通に働いてたら経験できなかったことを皆さんのおかげでできたので、うんうん、本当にありがとうございましたねえ、うん、まだもう感謝してます。私たちみんな感謝してます。で我々みんなも和田に感謝してるからね、これほら持ってけで 時々は思い出して、はい、見てくれ、はい、そしてな新しい仕事頑張れよ、はい、うん、どうもね、はい、じゃあありがとう、ありがとうございました、はい。